いや、皆さん本名ご存じないので、ミルキー。美奈子松岡。美奈子松岡さん。で、ミルキーって書いてます。はははは、なるほどね。松岡美奈子さん。美奈子松岡。ええ。そうですね。すいません。ということで、ございました。踊り、まあ、即興で踊りはなかなか難しいと思いますけれども、まあね、酒と涙と男と女でどういう踊りが来るのかなと思ってたわけですよ。まあ、いわゆるそういう楽曲に合わせて踊るっていうのは、あの日本古来からは当て振りというね踊りがありまして、割とこうなってますか、大衆演劇的な。梅なんでしたっけ、梅沢富美男、その通り。今日やばいっすね、出てきませんね、名前が。梅沢富美男劇団のような感じでね、こうね、日本的な当てぶりをこう想像しがちですけども、非常に、西洋的な、西洋的な感じですよね。の当て売りで、当て売りでっていうじゃなくて、まあ、あの男子でね、斬新な感じでございましたね。楽園楽園始まって以来の歌でしたね、はい、さあ、それでは今日の鳥でございますね、最後です。樋口くんですね。樋口くんは今日はどういう曲やりますか。今日はあの一番初めにやらせていただいたオリジナル曲、オリジナル曲を2曲やるわけですね。わかりました。前回はそういえば来てなかったですね。あ、そう、いや、前回来ました。前回来てましたっけ。いっぱいいた。そうでしたっけ、はい、そあまりにたくさんいたので覚えてないというこの状況。みんなはけたぐらいの。そうか、そう、いつも来るの遅いからこういう時間になるのよね。今日もほとんど、はい、あのだいぶ歯抜け状態になってしまいましたけれども、それじゃあ今日のラスト、樋口君に飾っていただきましょう。樋口くんです、どうぞ。よろしくお願いします。樋口です。1曲目なんですけど、あの平本さん、今外出てる平本さんにやれって言われた曲やりたいんです。平本さん外出てて多分聞いてないな。平本さん、呼ぶ呼ぶ、あ、お願いします。平本さんにやれって言われた曲あるけど、早く。はい、お願いします。ありがとうございます。でした。お願いします。じゃあ、あのゲノの曲、はい、やります。やばいやばい。1,2,3,4 午前2時踏み切りで東進自殺を目論んだ僕は一人、誰もいない。ダンスフロアでゲロを吐き散らかしながら踊り続ける君に会いたい、今すぐ会いたい。乾ききったのと腐りきったのなんて強くの現代所属通りはどっかへ見失うんだ、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 なこともあったよなんて思い出すのは中なんて僕らは空っぽのジュースを飲めない続きも別で。ありがとう。短っ。本やで、一番しか出ない。みたいな感じ、1分ぐらいで終わる。次はまあちょっと長めの曲なんですけど、2分ぐらい。僕は大阪時代にですね、3回絡まれたことがあって、芸の方に。あの全部あのギターの練習をしてる時なんですけど、なんか間違えてゲイスポットで練習してたみたいで、そっちの人と思われちゃって、すごい執拗にお尻を触ろうとしてくれて、それちょっといなしながら僕練習してたんですけど、ね、それでもやっぱりやっぱり練習してます。でもひどい時はあの30歳ぐらいの結構まともそうに見えるサラリーマンが、舐めさせてくれ。やばいやばいやばい。こんな音ってあんのかな。まあ全然関係ない曲やります。後輩の女の子に作った曲で3番線。ルルルルルン、やー
ポケットに手を突っ込んでお家へ帰るのさ。まぶたが重いわけは何、段差ですこけた。ああロケットはまだ乗れないの、夜空を見下ろしたい。上も下もない世界でうたた寝するんだ。ヘッドヘッドクタクタ、お家はまだかな。ヘロヘロゆらゆら迎えに来てよね。願いが叶うなら、もし叶うならお願い。見えない神様一度だけ。ポチッと押して現れる妖精がいるなら、僕のこの手で不思議な世界に変えてしまうんだ。ゲッタガッタブルブル、春はまだかな。ドキドキするのは君のせいだから、願いが叶うなら、もし叶うならお願い。見えない神様いるんでしょう。願いが叶うなら、もし叶うならお願い。見えない神様一度だけ。